それでは本日の議題に入ります。それでは本日の議題でございますけれども、最初に自主的な避難についてでございます。前回の審査会で福島市長やあるいは自主的な避難をされている方々のお話を伺いました。で、いろんな問題点等が浮き彫りになってきましたけれども、その中の一つの大きな問題としては、自主的な避難をされている方々に対する賠償の可能性とともに、そこに残っておられる方々についての問題も合わせて解決することが重要であるということでございます。で、本日の資料は論点ペーパーでございますけれども、今のような認識をもとにして、どんな論点があり、どういう解決の方向があり得るのかということについて、中立的な立場から整理したものでございます。で、これをもとに今日はご議論いただきまして、できれば、ある程度の方向性というものを共通の認識が得られればと思っております。さて、それではこの用意した資料につきまして事務局から説明をお願いいたします。それではまず資料1から説明をさせていただきます。自主的なに関する主な論点といたしまして、最初の5行のところで全体の話を書いてございます。自主的避難に関する原子力損害について、対象時期、対象区域、対象者の属性、あるいは損害項目等をどのように考えるべきか、でまた、自主的避難に一定の合理性を認め、賠償の対象とした場合、同区域の滞在者に対する賠償は認めうるか、認めうるとすれば、どのような損害なのか、さらに、政府支持に伴う避難者との関係はどのように考えるべきか。これが全体であろうかと思います。以下ですね、項目ごとに論点を整理してございます。まず1の対象時期でございますが、これまで自主的避難は事故当初の累計、これは事故直後、これを1期と呼ばせていただきます。それから一定時間が経過した以降の累計、これを2期と呼ばせていただきますが、その性質が異なるため、2つの累計を分けるべきとの議論がありました。一方、自主的避難の理由が異なるとしても、特定の時期で分けることは必ずしも合理的ではないというの見方もありますが、そこをどのように考えるべきか。で、2つ目は、そこに関係いたしますが、仮に2つの累計に分けた場合、でもですね、第1期、にもですね、転生での被爆の危険の回避ということについて、含まれると考えられますが、そういった重複についてどう考えるか。それから散歩でございますが、これは少し観点が異なりますが、以上の両案につきですね、当面指針で示す賠償の対象時期をいつまでとするか、例えばということでございますが、過去のある時点、例えば9月末という格好でですね、これまでの過去形で指針を整理していくのか、あるいは将来のある時点、例えば来年の3月のようなですね、未来も含んだ形でですね、整理するのかということがございます。続きまして2の対象区域でございますが、これは後ほど地図、資料2でですね、いろんな地図が出てきますので、それをまた改めて詳しく説明させていただきますが、まず対象区域の基準は何かということでございます。そこにありますような1から4のような要素が考えられます。一つは自主的避難者の数であるとか、割合、人口比でございます。それから福島第一原発からの距離、あるいは警戒区域などのですね、避難区域とのですね、近接性、それから放射線量というのが考えられるのではないかということでございます。それから2ポツで区域設定する場合、どのようなその区域で考えるかと。いうことで物理的には1のように距離のみという線が引けないわけではございません。それから2として市町村より小さい単位、集落であるとか、例えば小学校の学区であるとかですね、そういう単位、あるいはそのそれより大きい市町村、さらには次のページになりますが、福島県内の行政区域として会津、南会津、県北、県中、県南、曹操、いわきというような分け方がございます。こういったもの、あるいはその他のもの、そ
それから中で書かせていただいてございますが、距離と同様線量でですね、分けるということもですね、概念的には考えられますが、実際は、全ての場所で全ての時間で線量を測っているわけではございませんので、なかなか現実の問題としては、難しいのではないかということで中を書いてございます。それから、散歩のところにですね、実際に、これは、すいません、3はですね、先ほどの1期と2期で分ける場合、あるいは分けないで1つで考える場合、それぞれ今申し上げたようなですね、要素、あるいは区域の設定というのが、その内容が変わってくるのかどうか、でそこに区域設定の例といたしまして、いくつか書いてございますが、例えば自主的避難者が一定の割合とか数で存在する地域について、その対象とする、あるいは原発からのその距離で考える、あるいは警戒区域との隣接で考える、あるいは一定の線量を示した区域で考える、あるいはそれらの要素をですね、組み合わせて考慮して考えるというようなことがあるのではないかと。それから散歩でございますが、対象者の属性といたしまして、これ一歩に書いてございますが、子ども、それからその親を中心として自主的避難をしている、実態が、推測される中、線量に対する不安というのが子どもグループには大きいと考えられますが、それを、どう取り扱うか、二歩は、これ冒頭にもありましたが、自主的避難者への賠償を認めた場合、滞在者への賠償というのは認めるか、さらに三歩は、滞在者の賠償を認めた場合でございますが、例えば避難区域の政府指針の避難区域の中からですね、その賠償を認める地域へ転入してきた者、あるいはそのこれ丸1でございますが、その丸2のですね、その後その業務等でですね、その区域に転入した者、そういった人の扱いをどうするかということでございます。それから最後の4骨が損害項目でございますが、賠償の対象となる者を決めた場合ですね、その避難者にですね、どのような損害項目が認められるのか、あるいはその場合滞在者はどうなるのか、さらにはその1と2がですね、政府指針による避難者との関係がどうなるのかということでございます。それから4骨と5骨については、この損害項目だけじゃなくて全体にかかる面もございますが、こういったものを議論するものの基礎としてですね、そもそも自主的避難者や滞在者に対して、法的にどのような損害を考えて、どのような性格の損害と考えるのか、政府指針による避難者の場合と同じなのか違うのか、で5についてはですね、具体的に精神的損害を認める場合はその算定方法をどうするのか、これについてもですね、政府指示の避難者との関係、あるいはその自主的避難者と滞在者の関係というのがそれぞれ出てくるということでございます。以上が資料1でございます。それから引き続き資料2も説明をさせていただきます。資料にはですね、自主的避難の関連データとしてですね、事務局の方でですね、各種の資料を用意させていただきました。でまず1枚めくっていただいて、裏側の1ページを見ていただきたいと思います。これはですね、その原発のその周辺の地図にですね、それぞれ原発からの距離でですね、線を引かせて、10キロ単位で線を引かせていただいてございます。真ん中の黄色いところは政府指示等による避難の対象区域でございます。その外側に100キロまで線を引かせていただいておりますが、だいたいこういうですね、地理的な関係になっているということでございます。というか続きまして2ページ目でございますが、これはですね、福島県民の自主的避難者数の推計ということで、福島県がまとめたものでございます。それで一番上のところ、四角で囲んだところに書いてございますが、自主的避難者の数はですね、事故発生直後から一旦減少しておりますが、4月以降ですね、再び増加の傾向にあるということでございます。
それからあと3月の分についてはですね、市町村別の内訳が後ほどこの後でご紹介いたしますが出ておりますが、それ以降は市町村別の内訳は不明であるということでございます。左側のこの表の左側のですね、自主的避難者数のところの一番左の数字を見ていただきますと、事故直後4万人強だったものがですね、一旦減ってですね、その後徐々にまた増えているということでございます。でこれに対して例えばその右側のですね、避難区域の中でございますとですね、ずっと増えておるんですが、8月から9月にかけて、これは一部区域が解除になったところもあるということが影響していると思いますが、むしろその減少しているということになってございます。でただしでございますが、留意事項の下のところに書いてございますが、必ずしもですね、避難者数の数をですね、正確に把握しているわけではないので、時間とともにですね、数が増える傾向というのはですね、把握の状態で増えているという面もございますので、そこもある程度考慮に入れてですね、この図を見なければいけないということでございます。続きまして3ページでございます。で3ページ以降はですね、しばらく先ほど申し上げた3月15日時点での市町村別のですね、避難者数の内訳が出てまいります。これを見ますと、これ右下のところに客集がありますが、これ人数に応じてですね、色分けをしてございます。これは絶対数でございますが、これを見ますと、その赤いところ、右下の赤いところのいわき市、あるいはオレンジ色で言います、須賀川、郡山、あるいは福島、相馬、こういったところが多くなっていると。でただしですね、これもですね、先ほどのデータもそうでございますが、例えば相馬とかいわきでございますと、津波によるその避難者もですね、この中の、この数の中にですね、含まれるというよりも、それを区別して分けることができないということでございますので、その点はその考慮をしていただきたいということでございます。で、これは絶対数でございますが、あとは市町村に対するですね、避難者の割合ということで、次のですね、4ページのところにございます。で、これを見ますとですね、先ほどの絶対数が多いところはですね、割合も多いというような傾向がございます。全体としましては、先ほどのページと合わせてみますとですね、一つは沿岸部である相馬市とかいわき市のが多い、さらにはそのいわきも含めまして、郡山であるとかですね、福島であるとか、比較的都市部にですね、からの避難者の割合が多いという傾向が見て取れると思います。それから次の5ページでございます。5ページは、これは参考までに、前回も類似のデータを示させていただきましたが、自主的に避難をする方々がいる一方でですね、避難区域からですね、避難をですね、避難者を受け入れているということがございます。例えばその、いわき市で見ますと、1万5千人、避難している方もいらっしゃるわけでございますが、一方で、避難区域から、それを上回る、数の方々をですね、避難者として受け入れていると、いうことがございます。ここも見ていただきますと、例えば田村市、の場合はですね、むしろ地震避難者を大きく上回って、避難者を受け入れていると、あるいはその郡山、二本松、福島もですね、実質的避難者もかなりの数いらっしゃいますが、受け入れ数というのもですね、かなりあるということでございます。それから次の6ページでございますが、6ページはですね、これは事故後、これは3月の15日から20日までの間でございますが、福島県がですね、市町村に対して要素材をですね、配布をしてございます。でそれがですね、この赤いところはもともと配備がされていたところでございます。でその後ですね、市町村の要望に応じ、あるいはその後ですね、福島県から各市町村に要素材が配られてございます。
これざっと見ていただきますと、大体ですね、内側から、順番に配っていってるわけでございますが、結果としてその距離で言いますと、その50キロにかかる、市町村のところにですね、大体その配備をされていると、いうことが、見て取れると思います。それから次が、ここまでがですね、事故直後の、状況ということでございます。それで一定時間経過後というか4月以降はですね、市町村別のデータがございませんので、7ページ以降でですね、これは住民基本台帳をもとにしたその公表データ、これをですね、使いましてですね、ざっとですね、傾向を見て取れないかということで、データを整理させていただきました。もちろん避難をされている方、住民票そのままで避難されている方もいらっしゃいますし、移した方もいらっしゃるということで、その点はちょっと考慮に入れた上で見ていただきたいと思います。でまず7ページでございますが、これは先ほどの行政区域、会津、南会津、県北、県中、県南、曹操、いわき、それぞれについてですね、3月からその9月の間にですね、転出者、転入者がどれぐらいいたかというデータでございます。で、たくさん数字が書いてございますが、右下の転出のところを見ていただきますと、県北、県中、曹操、いわきでですね、それぞれ1万人を超える方がですね、転出、9月までの間にですね、転出をしているのが、見て、取れます。もちろん転入している方もいらっしゃるわけで、その辺はですね、その差額で、差で見るべきなのかもしれませんが、そういうデータになってございます。それから次のページでございますが、これは住民基本台帳をもとにですね、総務省が公表したデータで、この年齢別にですね、その平成22年と平成23年の比較でですね、その人口の増減を見てございます。これは増減は社会減ということで、死亡等による自然減、自然増減は含まない格好になってますので、いわゆるその転出転入の部分だけを見ているということでございます。でこれを見ていただきますと、平成22年はこれ通常の状態でございますが、例年でもですね、この15歳からその25歳、青い棒のところでございますが、こういったその進学とか就職でですね、ある程度転出する方が例年いらっしゃると。その中で23年はどうなっているかというと、例年であればですね、出ていかない世代、特に子どもの世代ですね、0から4歳児、あるいはそこからずっとですね、その親の世代、40代ぐらいまでがですね、非常にその多くですね、転出をしているという傾向が見て取れます。で、これをですね、さらに次のページでございますが、月別にですね、データを整理したのが9ページでございます。で、これを見ますと、やはり3月に事故が起こりまして、その後その赤い棒のところでございますが、4月にですね、転出がピークを迎えて、その後徐々に減るわけでございますが、8月にですね、また増加するというような傾向が出てございます。この3月4月につきましてもここに上に書いてございますように、先ほどの進学とか就職とかいうことでですね、移動が多い時期でもございますが、一方で避難をして、その後ですね、一定期間経過後でですね、夏休みなどを機にですね、お子さんなどですね、移動をしたというようなですね、ことが推測をされます。それから10ページからはですね、これは福島県の年齢別人口推移ということで、これも住民票をもとにですね、公表データを基づいて各地区におけるですね、これは月ごとのですね、これは平成21年と22年との比較で見てございますが、人口の増減を表したものでございます。
で、こちらは先ほどのものと違いまして、自然増減を含んでございます。でこれも見ていただきますと、この赤い、例年ですね、そのプラスマイナスゼロの、あたりでですね、あるものがですね、平成23年についてはその、マイナスがですね、赤い棒になりますが、県北、県中、総総、いわき、あたりでですね、赤い棒がぐんと立っているということでございます。でこれをですね、これは福島県全体ということでございますが、年齢別にですね、次のページから、表してございます。11ページが、0から9歳、さらに、次のページ10歳から19歳、それから20歳、29歳でございますが、それぞれですね、先ほどの、地域、申し上げた、地域をですね、中心にその赤が、大きく、立っている、特に3月、4月、ということでございますが、それがですね、14ページの、30代、さらには、15ページの、40代ぐらいまで、続いていると。ただし、徐々に、年齢がですね、高くなるとその減り具合が、減っているということでございます。それで16ページの50代になりますとですね、これは沿岸部の総総いわき、これはもともと政府支援による避難者が、含まれてございますが、それ以外のところでございますとだんだんその顕著な、それまでのような顕著な違いというのは、なくなってまいります。60歳で17ページの60歳から60歳以上になりますとですね、これは毎年高齢化が進んでいる関係で増える傾向にあるわけですが、その増え幅が減っているというようなデータになっているかと思います。それから18ページの70歳以上になりますとですね、これは沿岸の総総いわきのところで赤い弦がその大きく立っていると。これは震災によるよってですね、多分お亡くなりになった方が多く含まれているのではないかというふうに推測されます。この辺がですね、地域別のその人口動態ということでございます。それから19ページ以降にですね、今度は放射線量の分布をですね、示してございます。これは福島県がですね、学校を中心にですね、何回か非常にその細かく放射線量の調査をやってございまして、4月と6月とですね、現在のところ最新の9月のデータというのをですね、3ページにわたって示してございますが、でさらにですね、この円グラフになってございますが、この円の大きさはですね、これ各市町村ごとでございますが、測定点の数を示してございます。でその中で線量のデータの分布がですね、右のところに書いてございますが、0マイクロシーベルトからマイクロシーベルトパワーからですね、5マイクロシーベルトパワーまでですね、それぞれ色分けして示してございまして、このオレンジ色のところが線量が高いところということになってまいります。これを見ますと、もちろんその原発に近いですね、浪江、あるいは飯舘ということころがオレンジで、その後ずっと左の上の方、福島、市、あるいはその郡山市の方までオレンジ色の部分、黄色の部分があって、それがその県南のですね、一部まで伸びているというような傾向になってございます。でこれがもちろん時間が経つとですね、線量低下いたしまして、次のページの6月のものでございますが、こういってオレンジ色のところがなくなって、黄色いところがですね、残ってきていると。でさらに今9月になるとですね、それがさらに全体としてその青色になってくるということでございます。これで中に書かせてございますが、これはマイクロシーベルトパー字で表示をしてございますが、目安といたしましてはその中の一番下のところでございますが、1日にですね、屋外にですね8時間いて、さらに屋内の遮蔽率を木造家屋で 0.4 と
という仮定をいたしますと、1マイクロシーベルトパワーが大体その 5.5 ミリシーベルトパワー面をですね、ちょっと上回るような、そういう数字になってくるということでございます。で、22ページからはですね、やはり放射能の測定マップでございますが、福島県がホームページで公開しているものでございます。これも赤いところが5マイクロシーベルトパワー以上からですね、徐々にそのオレンジ色、黄色、緑、青というふうに線量が低くなっているということで、最初の3月のデータを見ますとですね、この伊達、福島、あるいは本宮あたりでですね、赤い点が、赤いオレンジの点がですね、多く見られるということでございます。これ次のページの4月になりますと、先ほどの円グラフのデータが入ってまいりまして、測定点が格段に多くなりますが、傾向といたしまして、その北西方向にオレンジを、赤オレンジがあって、その伊達福島あたりでですね、緑黄色になって、それが下の方にずっと伸びてきていると、比較的線量の高いところですね、それが見て取れると思います。これもちろん時間の経過に伴ってですね、だんだん線量のレベルが減っていって、5月はまたちょっと測定点は少なくなりますが、先ほどと比べるとさらに緑とか青のところが増えております。で、6月のデータが25ページにございますが、やはり線量が下がってきているのが見て取れるということでございます。で、7月で8月に7月、8月、9月までのデータがですね、それぞれ示してございます。すいません、10月までのデータでございますが、29ページまでの間に10月までのデータを示してございます。で、次は30ページでございますが、これは文部科学省の方で公表しております来年の3月11日までの積算線量の推定のマップでございます。これは10月11日時点で公表したものでございまして、10月まではですね、そこまでの実測値でですね、積算線量を計算してございます。で、10月時点の測定値をですね、そのままのレベルで3月まで引っ張ったときに積算線量がどうなるかということでですね、マップが作成されてございます。これ若干色が薄くて見にくいんですが、少しでも色のついたところがですね、年間5ミリシーベルトに相当するラインになってまして、例えば広野町のですね、左のところに5って横になった数字が、上のところもございますが、そういったところが5ミリシーベルトのラインになってございまして、これも先ほどと同じようにですね、原発から北西方向にそういったエリアが伸びて、伊達福島のあたりでですね、折り返して二本松本宮郡山の方にですね、伸びていっているという傾向がですね、見て取れます。で、次のページはですね、これは積算ではなくて5月2日時点のですね、空間線量マップでございますが、より全体が分かりやすいかと思いますが、これもですね、原発から北西方向に高い線量の区域があって、伊達福島あたりからその左下の方にですね、伸びていっているということがですね、見てくれると思います。それから最後32ページでございますが、これはですね、その同一市町村内の放射線量がどれぐらい、分布があるかということでございますので、二本松市をですね、例にとって書いてございます。で、そこに放射線量の測定結果、それから地図がございますが、まず一つは下の地図を見ていただきますと、同じ二本松市内であってもですね、この 3.52 マイクロシーベルトパワーとか3マイクロシーベルト以上の数字が出ているところもあればですね、1マイクロシーベルトパワー以下のですね、線量のところもあると
さらにはその上のグラフを見ていただきたいと思いますが、一番ですね、左の、例えば赤いところ、4月1日の二本松市の、東和市長のところでございますが、4月1日で 1.57 という数値がございますが、これがですね、二本松市の、これは文科省の方で、公表したデータだと思いますが、で右側の二本松市がですね、ベッド測定を行ったもので、同じ東和市を見ますと、一番右側の、ラインになりますが、4月1日 2.61 と数字があって、完全に同じ場所がどうなのかというのもございますし、同じ時点でもですね、同じ時点の同じ場所でもですね、測定によってですね、かなりばらつきがあるということになってございます。以上、事務局の方でですね、今回の検討にあたって整理をした資料は以上でございます。それではですね、今日の議論はまだしにくいんですけれども、しにくいというには、あとでまた具体的にご議論いただきますけど、なかなか、損害、賠償、どういう基準でどういう対象を考えるかということ自体が非常に、テクニカルな部分もあり、おそらくいろいろ試行錯誤をすることになるんだろうと思いますね。そういうことで、ちょっと議論そのものはちょっと待っていただいて、先に今日配布された資料そのものについてご質問等がございましたら、先にそれを伺いたいと思います。いかがでしょうか。私自身があまりよく理解してなかったところなんですけど、自主的な避難をされた方が全然ゼロであるという市町村長というのも福島県内にはあるんでしょうか。これ白いところというのはゼロですか。例えば3ページ4ページあたりの薄い青で1から例えば3ページだと薄い、はい、この3ページの地図自体は一人でもいれば色がついてるということで、白はゼロということですね、はい、ただこれも先ほど申し上げましたように、補足をされた人数ということでございますので、本当にゼロかどうかというのは分からない。他の資料そのものについてはいかがでしょうか。それでは資料そのものについて、特に今先に聞いておきたいという点は取りたくないということであれば、早速、賠償の問題に入りたいと思います。でそういうことで論点ペーパー、先ほど説明がありましたけれども、論点ペーパーに基づいて基づいてといいますか、もちろん違う論点が出てきても構わないわけですけれども、論点ペーパーに基づきながらご議論いただければと思います。で先ほど申し上げましたように、私自身も、こういうふうに考えたらどうかとあるときは考え、また少し、後でまた考え直してみると、どうも最初の考え方は適当でないので少し修正したいとか、そういうことがおそらく当然あり得ると思いますので、今日皆様がご発言されて、ある考え方を示されたとしても、これまた次回やっぱり前の考え方は少し修正したいとか、そういうことは当然あり得ることだと思っております。そういうことで、今日はともかくは自由にご発言いただきたいならどうかというのが趣旨でございます。とは言ってもなかなか切り口ですかね、最初の議論の示す場所が難しいかもしれないので、私がちょっと一番悩んでる点を申し上げますと、今までその第1期と第2期というのをこう分けて、で、第1期っていうのは、爆発直後に必ずしも十分に情報がないところで、不安を感じて避難されたという方々に対する賠償はどうかということで、これは比較的広い範囲の地域を私としては想定しておりました。
で第2期の方は比較的、情報もある程度集まって、でそこでは、もう少し、具体的で言うとちょっと語弊があるんですが、もう少しこう放射線量の値なども分かってきて、やはり、健康への不安というものが第1期よりは、具体化した、そういう段階での、自主避難者であり、またそういう地域の残留者についての、賠償というのを考えるというふうに考えると、やっぱり第1期よりは狭い範囲になるんではないかということで、第1期と第2期というのを分けるというのが、私の頭の中ではそれなりに合理性を持っていたわけですが、前回自主的な避難をされた方々は、皆さん第1期と第2期を分けるということについて、批判的であり、で、それはそれで皆さんのそういうご感触なので、できるだけそれに添える形で、しかし、かつ合理的な賠償の基準というのは考えられるのであれば、それはそれで私はそれでいいと思っているんですけれども、なかなかこの第1期第2期を分けるか分けないかというところが、まずは一つの出発点として議論の対象にあっていいんじゃないかと思うんですが、これなんかいいか、お使い。私は前から第2期も賠償すべきだと思っていたわけですけれども、今座長がおっしゃったこととも関係しますし、前回 のお話で、分かったことは、その理論的とか論理的に考えるほど、そのすぐに移転というのができなかった方たちがたくさんいらっしゃるということが分かったということがあって、人間関係とかその情報の伝達の遅れとかということがあったとすると、第一期のようにそのすぐに移ることができなかった方たちがたくさんいらっしゃったということのようですので、そういう意味では第1期と第2期は大きな区別はできないのかなという感じはしています。ただ今座長おっしゃったように、第1期はむしろ距離の方が中心になるんじゃないかと思いますけど、第2期の方は線量の方が重点が置かれると思いますけれども、その辺がこの2ページの上の方の3っていうのを考えるときに、何に重点が置かれるかっていうのは少し範囲が違うかなと思っていますが、今までの議論ほど第1期と第2期を峻別して、どうせ私は第2期を賠償すべきだと思ってましたけども、峻別しすぎるのはちょっと話も良くないのかなというふうに個人的には思っております。今の会員 のご意見、比較的私も近いつもりなんですけれども、今第1期第2期を分けるという話でもう一点ちょっと前の話だと思いますか、私の視点から落ちてた点なんですけれども、でそれは当初私の頭の中では第1期は避難された方だけの賠償でいいのかなと思っていたんですが、で、しかし第1期においても今お疲れが言ったのはそういうことだと思いますけれども、避難したくてもできなかった方とおられて、そういう人たちは、初期の頃の不安な状態のまま生活せざるを得なかった、そこにとどまらざるを得なかったということで、そういう残留された方、第1期についても同じように、避難された方、残留者、共に賠償するという、構造というのが考えられるかもしれない。でそうなりますと、第1期と第2期というのは、どちらも、避難された方、それから残留された方、共に賠償の対象になるという点で、構造的には同じになるということですよね。ただその、そう言ってもやはり、第1期と第2期では、その賠償あるいは不安の原因の部分が少し違っていたり、そんなことで、多少やっぱりどうしても差があるのかなと思っていたところですけれども、おそらく大谷のと大体近いのかなと思います。どうぞ高橋さん。前回大臣の会に欠席いたしまして大変失礼いたしました。でその関係でちょっと前回の会にご出席されていた2人の先生方とちょっと意見違うかもしれませんが、私も第1期も第2期もきちんとですね、合理的な範囲の方に関しては保障をすべきであるというふうに思っております。でただやはりその第1期はある意味では政府の指示がですね、いろいろな形で拡大したりですね、していって、非常に不安であるということで、実際に避難された方だと思うんですけれども、
実際、4月22日にある程度の線引きがされて、その段階でかなり、線量も、かなり、ある意味ではかなり大まかな形だと思いますが、明らかになっていた時期だと思うんですね。でそうすると、その時点で、仮に待機においても避難しようと思っていたんですが、方がいらっしゃっても、その段階でもう一回やっぱり、その資料に従ってですね、やっぱお考えになる機会っていうのはあったんではないかなというふうに私は思っておりまして、そういう意味では、ある意味では第1期と第2期を、ある意味では4月の末ぐらいにですね、切るということについて、必ずしも不合理なところはないんではないかというふうに私は思っております。であと私自身は、それから区域の問題は、これはさほどその区別する必要はないのかなと、第1と第2期ですね。でただやはり、第2期の方は、ある意味では政府の方できちんとした基準が決められて、それについて非常に不安を自分で持たれているので、自主的にも決断されたということだと思うんですが、やっぱりその場合には、後でも出てくるんですけども、やっぱり子どもさんを持っていらっしゃる方かどうかというのが非常に大きなやっぱり判断要素だったろうというふうに私は思います。でそういう意味ではやはり第1期の方については、いわゆる子どもさんに対する非常に大きな影響というのをですね、殺された方というのはこれはある意味では積極的にきちんとですね、賠償対象にしていくというふうに考えるべきで、実際上じゃあ相談の方どうなのかというと、そこはやはり個別的な判断でですね、考えていただくのがいいのかなというふうに私は思っています。以上です。今の確認ということだけですけども、人の属性ということで言えば、これは今最後に言われた子どもを中心にというのは、第2期についてですか、第2期ですね。第1期は、もう要するに分かりませんから、全員の方にですね、対処するということだと思います。あともう1点だけ、地域的にはそんなに変わらなくていいのではないかという点についてですが、あるいはもうちょっとご説明いただけるとありがたいんですけど。ですか、例えば、警戒区域とのですね、隣接性、とかですね、ある意味では自主避難の多さとかですね、その辺のことを考えて、やはり地域の基準というのはですね、そんなに変わらなくてもいいのかなと。第2期ですね、はい、そういうふうに考えて、他の、田中委員、私は少し違った意見を持ってるんですが、第1期は私は明確に4月22日ではないのかと思うんですね。その4月22日に政府がその避難するかどうかということについて、初めてきちっと区域も含めて指示を出したというのが4月22日だと思います。で、一つはその時点で、それまでは屋内回避と言ってた20キロから30キロのところについては、避難準備区域ということで、帰ってもいいということになったわけですね。で、それについて、この審査会は一応すぐに帰る準備もあるだろうから、7月末とか8月末ぐらいまで余裕を見るというか、そういうことで保証をすべきというふうにしたと思うんです。ですから、ちょっとこれ確認したいんですけれども、その避難準備区域でも、帰っていいって言ってからでも、その7月末とか8月末以降、今でも、退避している人たちに対するその賠償というのはどうなっているのかということが一つ確認させていただきたいというのが一つですね。それから、第2期でその占領率についての不安というのは実際この統計を見ますといわきは少し例外的に高いですけれどもほとんど 99% の以上の人はその地にとどまっているわけです。だから不安は人によって差があるわけです。で、政府の指示でどこに滞在したり避難したり滞在している人たちですね、ある意味じゃ滞在していいということですから、
そういう方たちとのバランスを考えて、そこはやっぱり明確に自主避難、心情としては分かりますけれども、ある程度そこで区切りをつける必要があるのではないかという気はします。田中委員が言われたこと自体は、もっともな保守的な部分があるわけですが、4月22日以降、政府の指示というものがある程度確定して、で、滞在していい場所と、それから避難しなくてはいけない部分というのを区域がはっきりしていると したんだとされていて、でしたがってそれをもちろん私も前提に考えるべきだと思いますけれども、自主的な避難がされる方、あるいは同地域で滞在される方に対する賠償、何らかの賠償を認めるという場合には、政府のそういう避難指示によるこう地域分けといいますか、区域の設定があるにもかかわらず、なおその、避難する何らかの合理性があるかどうかという、なんかやっぱりプラスアルファの要因が必要なんだろうというふうには思います。ですから、それが、そういうプラスアルファの要因があるということであれば、おそらく今、田中委員がご心配されていても、一応はクリアされるのではないかというふうに思いますけれども、そうでもないですか。そのプラスアルファの要因があれば、もちろん会長がおっしゃるようにそうだと思うんですが、それは私はそのまた新たに占領とか何かということを持ち込むということになると非常に混乱をすると思うんですね。一応国の責任において二重イージーベルトというところで滞在するかしないかという予測占領ですが、それを指示を出したわけだから、それをまたこの時点でここで個人の判断による占領基準を持ち込むということは、私は非常にいろんな意味で今度は滞在している人たちに今からでもすごい混乱をもたらすような気がするので、そこはぜひ避けていただきたいなという気がしています。おすね、すでにあるものでその放射線管理区域というのは、例えば5メデシベルトというのはあるわけですけれども、別にそれだけにこだわるつもりはないんですけど、それから情勢の時とかもありますそういう議論がいろいろあったわけですが、必ずしも住民っていうだけが絶対っていうわけではないと思いますので、もちろん滞在して残られる方も合理的な行動をしていらっしゃると思うんですけども、避難される方も合理的な行動をしているっていうふうに見ることは私はできるんじゃないかなと思ってまして、そこはだから第2期の自主的避難者を賠償すべきではないかということに直結するものですから、そこの見方はちょっといろいろあると思うんですけども、放射線管理区域っていう食用暴露のものですら5ミリシーベルトっていうのがすでに決まっていたことを考えると、20ミリシーベルト以下だったら自主的に避難することが合理的でないということにはならないと思うんですけど、他の皆さんから。はい、1期と2期と分けることの合理性という点なんですけれども、私も最初分けた方がこの性質が違うんじゃないかというふうに思っていたんですけれども、高橋と同じ意見だったんですけれども、前回の避難者の方のお話を聞くと、今から振り返ると4月22日が最終的な決定になっているけれども、当時としてはまだこの後決定が変わるかもしれない、最初20だったら30で変わったわけですから、そうだとすると4月22日の時点で立ってみると、これが最終的な決定ではないかもしれない、さらに範囲が広がるかもしれないと、今から振り返ると4月22日が最終の決定ですということが分かるわけですけど、そうだとすると4月22日をの時点ではまだこれが最後ではないかもしれないという恐怖心というのがまだあったんだ。ですから4月22日がファイナルな決定だと、そこで安心、その外側を安心していいと、そこで確然とですね、区別していいのかというのが少し疑問に出てきまして、さらに変化する可能性がないわけであって、あるいは、前回の方の表現では、政府の発表に対する不信感とい
ようなこともありますと、もしかしてさらに広がる可能性もあるということを当時の行為時点で考えてみると、そこで切るっていうことが、そこで恐怖心がから占領への回避、質的に変化したと完全に言い切れるかどうかちょっと疑問になってきたんですけれども、そうするとちょっと、そこはちょっと疑問。私も今の中島委員と大体同じような考えを持ってまして、前に申し上げたときに、そのこの先どういうふうになるのかについてなかなかその見通せないという不安があって、その特に第2期と言われているところですね、あって、それがある程度自主的に避難するというのも十分合理性があるということだと思うんですけども、4月22日以降に、その線引きがされたことによって今後どういうふうになるかということについての不安がなくなったかというと、話もそうでもないのかなと。そうするとやっぱり第2期と言われるところでも、自主避難がある程度合理性があるという場合もあるのではないかと思うんですね。ただそれをじゃあその先どこで終わるのかっていうのはちょっとなかなか僕も考えられなくて、どっかの時点でやっぱりそれはゼロっていうか、その合理性がだんだんこう少なくなってくると思うんですけれども、その辺がその何をもってその合理性を考えるかということが、それそのリスクがもう拡大しないというある程度 その見通しが立ったと言えるのかどうか、その辺が現実にですね、その世の中でどういうふうに受け止められていたのかっていうのがなかなかちょっとわからないなということで、その政府の指示が出たところでビシッとそういう不安はなくなったというふうにはちょっと言えないのかなという気がしているんですけども。私は以前から自主避難された方とそこに残られた方との間っていうのは、そんなに大きく賠償において差が出てくるということには反対であるというふうに思います。それで問題、このタイミングの問題なんですが、確かに4月22日が一つの得られる情報としては大きな節目になったのは事実だろうと思うんですが、実際には3月11日から始まって現在に至る間、ずっと長いプロセスの間で徐々に住民の方々の不安感が、あの時に上がったり下がったりということも繰り返しが続いているわけで、なかなかここでバチッと決めるという、あるいは最初の1ヶ月とその後とが非常に大きく質的に差があるということは言いにくいのかなということを前回の時の皆さん方のお話から聞きました。でじゃあどうすればいいのかって、私自身は今はきちっとした答えは今は出せません。中島委員の問題についてはまあ皆さんと同じ共通する発想を前提とされていると思いますけども、仮にもう線引きが政府の指示のね、避難指示をした線引きがまだ変わるかもしれないというふうに言われて考えると、その4月22日でここできっぱり切れるということはまあないかもしれませんけども、この範囲がさらに広がるっていう可能性は、私の現在はちょっとないような気もするので、今のような範囲でいくと、4月よりちょっと先まで行くかもしれないけども、そこら辺でもう、どっかで線が引けて、で、賠償はもうそこまでですよと。で、以降は、自主的なのが、もう一切認められませんっていう、そういう形になるんでしょうか。それともそこはちょっと私は先ほどお二人と見てて、本当にこれは反対に反対されてますけども、やはりある種の、占領を前提としての健康に対する危惧っていうのがやはりだんだん後期になればなるほど重要になってきて、あるいは重要な要素になってきて、でそういう、ものを原因とする不安からの避難、あるいはそういう一定の占領、20ミリはまだ達しないけれども相当な占領というもの、その中で生活していることも、不安
というのは、まあ、別に4月22日からしばらくできるものでもないし、おそらくまあ現在でも続いているんだろうと思いますので、ちょっとそこら辺について、もし改めてもし何かご意見があるようで。ありがとうございます。ありがとうございます。もし、この点についてお考えあればお聞きするのはどうかなと。今、会長ご指摘の観点に立ってみれば、確かに4月22日で発電と切るのはことはできないかもしれないけど、しばらくすると、例えば、固定表の第1期が終わったとかですね、そういうこともある程度コントロール可能になってきたんじゃないかということが、大体周知のものになってきた時期には、確かにその恐怖心というものはこう、なんだか下がってきてきたけれども、最初からその線量への、を回避するという要素は最初からずっとあるとなると、最初第1期からも含めて線量への恐怖というか線、放射被爆の回避という、要素は最初からあるけれども、そこにプラスした恐怖心というのはどういうふうかというふうなイメージのように考えています。占領に対する不安っていうのは、そのこれはどの程度その合理性があるのかっていうことで、それはその、その情報 の量っていうか、情報によって変わってきてるんだと思うんですね。だからだんだんそれが減ってるのか、あるいはむしろ増えてるか、その辺の部分もよくわからないのでなんですけれども、確かに戦略について考慮しなくちゃいけないのかなというふうに思いますけれども、これはどうなんでしょうね。不安があるということは分かるんですけども、ね、分かるんですけれども、それがリーズナブルと言えるのかどうかっていうところは、その科学的にどう考えられているのかっていうこととこう相関しているわけで、その辺はちょっと僕もなんか自信がない。補足はない。いわゆるその占領に関する情報はどちらかというとどんどん増えてきたわけですね。で当初はやはり、これは前からも議論があると思うんですけれども、何が起こるかわからないということに対する恐怖感。でそれが占領による被爆、汚染による被爆の恐怖、そしてそれが、インターネット等を介していろんなところからいろんな情報が加わることによって、ますます占領自体は下がってきているのに不安感が増えるという、そういう事態が起こってきているわけですね。そうするとその時に、じゃあどこまでの合理性と考えるかというところで、やっぱりどっかで切らなきゃいけない。その合理性というのは万人が持つその全員なのか、やっぱりある種の分布を持ってくるんだとすると何パーセントかのところで切るのか、そういう議論があるのかなというふうに思います。今お聞きしてて、その不安というのが2つあって、最後内の自己の収束状況が、に対する不安というのがあって、でそれについそれとその戦力被爆の問題とか何か少し混在しているような気がするんですね。で最後の問題は確かに不安定な状況であることは確かで、未だに完全に安定したという状況ではないんですね。ただし国の考え方としては、そのサイトに対する起因するところにおいては避難の基準っていうのが決まってて、当初は50ミリシーベルトだったんですが、今は20ミリシーベルトっていうことが4月20日に決められたわけだから、20ミリ以下は一応とりあえず住みながらいずれ国の責任で少し下げましょうという、そういう決定をされたわけですね。でそのことに従って99% の住民の方はそこに 不安が積んでる人の方が私は大きいかもしれないと思うんですが、学生に対してはそういうことを思ってそれでも住んでいるわけです。もう日々不安にさらされていると思いますけれども、その人たちと自主避難した人の不安とのどういうふうに判断するんだろうかというのは私はちょっと、で先ほど5ミリシーベルトの管理区域の問題が出てきましたけども、
それとこれと同じような考え方でやると、それじゃあその被爆のこれからの住民一般人含めて全てそうですけれども、被爆占領の基準って一体どうなってるんだっていうことは全然わからなくなって混乱するんだと思うんです。今でも若干混乱してるんですけれども、そういうことをやっぱりきちっとここでもうその占領基準まで決めるっていうのは少し行き過ぎないような気は個人的にはしています。じゃあ申し訳ない、高橋さんが B、 ありがとう。今関連質問ですか。ちょっと私は別に5にするっていうことを言ってるとか占領を決めるっていうことを申し上げているわけではないので、それは少なくともそういうことはあるんじゃないですかということを申し上げているだけでして、ここでなんか占領を決めてしまうのは私もどうかと思っているもんですから、1ページ の、その2の1に書いてあるような感じでいくつかの要素を入れていけばいいんではないかと思って、その中に占領も入るのではないかということを申し上げたかっただけですので、田中先生とそんなに違わないと思ってしまう。私、田中先生ともいろいろ会議一緒なので、大体似たようなことを考えているとは思うんですけども、そういう趣旨です。それから自主避難者だけに、つまり第2期の自主避難者と滞在者との関係が結構問題になると思いますけど、自主避難者だけに賠償すべきだということではなくて、滞在者にも賠償すべきだというふうに考えていますので、これはさっき梅倉委員がおっしゃったことと関係しますけれども、つまり現在滞在していてその不安を感じて、つまり不安だけだとちょっとよくわからないのかもしれませんけど、例えばそのマスクをずっとしていかなくちゃいけないとか、特に子供だということになりますので、これも私高橋委員とほとんど実は意見そんなに違わないと思ってるんですけど、運動場に出られないとかですね、そういういろんな形での不安に基づく生活への影響っていうのがあると思いますので、そういうのはちょっと無視できないかなというふうに、ただただ不安を感じているだけということではないと思います。で、法的にはそれは下級者判決ではいくつか認めて平穏生活圏侵害の形で構成はできると思いますけれども、ただ先ほどからいろいろ議論があるように20ミリシーベルトを超えるところの計画区域等に入っているようなところのリスクとはやっぱり違うので、そこはちょっと割合的に考えるとかっていうことはどこかで考えなくちゃいけないと思っておりますけれども、賠償することは構成はできるんじゃないかとは、思っています。それからさっき高橋さんとの話の関係でいうと、私も一番大事なのは子どもだと思っているので、あと妊婦さんですよね。でただ第2期の自主的避難者とかもそうだと思いますし、第1期もそうだと思いますけど、子どもと一緒にやっぱり親も移動することはあるので、その一緒に移動したお母さんとかお父さんというのはやっぱり賠償の対象にせざるを得ないと思いますので、子ども妊婦さんがメインだと私も思っているんですけども、それに付随して一緒に移動する方っていうのも避難費用とかは払った方がいいんじゃないかと思いますので、そういう形でちょっと付随的にいろいろくっついてきますけど、コアのところはやっぱり子どもと妊婦さんだと思いますので、そこは実は高橋委員ともそんなに意見違わないと思ってるんですけども、だから第1期と第2期を分けるとすれば、私は第1期は距離が中心で、第2期は占領の方が重点であると思ってますが、あと高橋とちょっと違うかもしれないのは、その子どもと妊婦を中心にする考え方を全面的に広げるのか、あるいはそこでまた第1期と第2期で分けるのかっていうあたりはちょっと違うかもしれませんけども、そんなに違わないのかなというふうに考えてます。すみません。ほとんど大塚委員と同じだということがよく分かって、一致したのでよかったと思ってるんですけど、まず期間の区切り方の最初の冒頭に申し上げましたように、別に4月22日でぴっちり切れということを言ったつもりはなくて、そちらを起算点にしてある種その放射線の空間線量等についての基準が明らかになり、さらにはある意味では収束されたという話がありましたが、ある種の合理的な期間で切ると。これはもう基準ですから、ある意味ではやはり、ある種の合理的な起点、終点をですね、決めて、1期と2期はここは切りますというところを、はっきり、やはり指針としては明らかにしないと、これはやはり賠償事務が滞ると思いますので、それで違うものがあれば、特殊に個別事情を立証していただくと。
いう形でやるべきだろうと思います。大体ですから5月ぐらいまでの間のある種の合理的な期間で決めていただければ私はいいのかなというふうに思っています。それからもうあとはお疲れにと全く同じ話でございますので、第2期について、第1期は私はもう全員お払いすべきだと思いますが、第2期についての考え方は全くお疲れにと、割合的な話はちょっと違うと思いますけれども、基本的な考えというのは全くお疲れにと同等でございます。以上です。先ほどから一つの争点として、停戦量の放射線に対する不安というものを、要素として、自避難するにせよ、残る人に対する賠償にせよ、その時の賠償の、根拠といいますか、理由といいますか、そういう、今のような停戦量に対する不安というものを考慮するかどうかというのが、一つ大きな問題だというふうに思います。で、田中委員が懸念されていますように、この審査会でもって、何ミリシーベルト以上、というか、どこで何ミリシーベルトというところで線を引いて、それ以上はその不安、合理性があるから賠償が対象するんだというような線は少なく引けないので、それは私は個人的にはこのぐらいかなという感じはありますけれども、それはおそらく皆さん了解を得られない問題だと思いますので、それはそういうことはしない。しかしながら、そういった停戦量への不安というものを要素としては考慮するかどうか。で、どのぐらいとは言わないけれども、そういうものが相当あるというような、地域の方について、避難するにせよ、残るにせよ、賠償を対象にするかどうかというのがポイントなのかなというふうに思います。で、ちょっと私もですね、この辺すごくいろいろ悩んでいるんですけども、この賠償の構造としてですね、この自主的避難の方の声が今まで大きかったので、そちらにこうある意味でこう引きずられているところがあるんですけども、残る方と避難される方に対する賠償の構造っていうか、仕組みはおそらく同じで、念のところ、仮に今、放射線量の一定の不安ということで言いますと、その地域においては、そういう放射線に対する一定の不安があって、で、ある人はそれを理由に地震避難されたと。で、地震避難された方は、避難されたところで生活費等の増加があって、そういうものに対する賠償というものを、求めておられるし、そういうものを賠償すればいいだろう。で、同じその地域に住んでいる方は、同じその放射線量に対する、不安があり、で、しかしその人たちは、そのままそこに生活を続ける。そういう意味で、その同じ不安が継続されていると。ということで、そちらの方は、慰謝料が中心があると思いますけれども、一定の慰謝料というものが認められるではないかと。そういう意味で、構造はおそらく同じになっていて、で、しかし、その低放射線量に対する不安というものを、考慮していいかどうか、でこれを考慮することが、避難準備地域とか、避難地域の指定をした政府の、考え方と、矛盾するのかどうか、矛盾するかいいとかいけないという問題ではないと思いますけれども、一応矛盾するのかしないのかということも、議論は一応した方がいいと思いますので、そんなところが私としては一つの論点かなというふうに思います。で、私自身はそこは政府の避難指示等のいろんな基準とは矛盾しないのだろうと。で、停戦量の健康不安という問題については、これは新聞なんかでちょっと書いてあって、実際にこうなったのはよく知りませんけれども、政府の方でも、検討するとかしないとかいうことが書いてあったと思いますけれども、やはり社会の関心事でもあり、ましてや一般の人たちが、あるいは福島に住んでおられる方が、非常にそこを重視されるということは、合理性があるんではないか、そんなふうに考えております。ちょっと少し踏み込みすぎたかもしれませんけれども、ここら辺についてのご議論いただければと思います。座長と同じ考えではあるんですけれども、基本的に同じ考え方であるんですけれども、滞在者の人は、精神的損害を不安に基づいて、今、ちょっと申し上げたような、運動場に出られないとか、マスクをずっとしてなくちゃいけないとか、いろんな意味での不安を感じて、それが生活に影響していると思うので、精神的損害を受けていると思いますし、
それに伴う生活費の増加っていうのもあると思いますので、そういうのが多分賠償対象になりうると私は思っていますが、自主避難者は避難するまではそれで全く同じなんですけれども、で避難した後は今度は今まで の警戒区域等から避難した人と同じような精神的損害を今度は受けると思いますし、生活費の増加はその新しいところに移ったということとの関係で出てくると思いますので、そちらのこともちょっと考えなくちゃいけないんじゃないかと思っていまして、だからその2つの精神的損害あるいは生活費の増加って、これ包括車両って言ってもいいのかもしれませんけれども、それはほぼ同等というふうにさっき米倉委員がおっしゃったようなことを考えるとなるのかなという。ただその自主避難者は避難費用というのはそれ以外にはかかるので、避難費用は自主避難者の方だけに払うものではないかという感じを個人的には持っています。いかがでしょうか。今の大塚委員の考えによると、ダグのことを単純に比較するのは適当じゃないかもしれないけども、残った人の額よりは自主避難された人の額の方が多くなるということになる。避難費用の分だけは多くなる。避難費用というのは基本的に一時的に、一時的って言って申し訳ないので一括金で払っていいと思うんですけども、例えば毎月いくらっていうふうに考えるときには同じ額をその滞在者と自主避難者で払っていいと思うんですけども、避難費用だけはちょっとやっぱり滞在者の人にどうしてもかからないものですから、そこだけはちょっと飛び出すのかなというふうに個人的には思いますけど、自主避難した方の生活費用の増加ってその程度のものなんですか。滞在者の方との均衡でほぼ同じその、ようなものになるのか、ちょっと私はそこはよく分からないんですが、大塚先生その辺はどう思うんでしょうか。私は逆に言うとその残った人の精神的損害プラス生活費の増加というのもそれなりのものだと思っているものですから、そこは同じに考えてもいいかなというふうに思ってましたが、高橋委員の違うとおっしゃる方は違うという ご意見もあり得るかなと思いますけど、今のような損害の項目を、具体的に詰めていくと、結構難しい問題なと思いますけど、考え方として、実習的な避難をされた方の避難は、一応合理性があるということで賠償対象になったときに、避難のための費用だけでなくて、おそらく避難された先での生活費の増加とか、この分は結構大きな金額になる可能性もあるんですね。よく分かりません。個人的な差があるんだと思いますけども、それから残られた方 の賠償っていう場合にも、大塚委員が言われたように、確かに残られた方の、なんていうんですかね、私は純粋なその健康不安に対する精神的損害だけを考えたけど、それ以外のものもあるんだというご指摘だったと思います。でただその健康不安に対する精神的苦痛の部分はこれ差があるというとちょっと語弊があるんですけど、残っておられる方の方がある意味日々そこで生活されるわけですから大きいので、そうすると出入りはそうですね、損害項目によって少しずつ違うんですけども、あまりもうそういう細かいことは言わないで、で大体残られた方も実施避難された方も、ほぼ同じような、包括的な損害賠償と同じような額になるという考え方もできるのではないか。で大塚にも別にそういう考え方に入ったりとかじゃなくて、むしろそうだと思うんですけど、そのちょっと避難費用だけが別かなというふうに私は思ってますが、他にいかがでしょうか。今のまで議論していただいた部分はある意味で根幹に関わる部分で、非常に、ある意味で意見の対立もあるところかもしれませんけど、他に細かいところで、この区域などを設定するとすると、どうしたらいいかなという問題も実際問題として、重要な点でございますので、合わせてご議論いただければと思いますが、区域の設定の今おっしゃられたこの単位をどうするかという問題ですが、
どうも福島県は平成の 大合併によってこう無理に市町村を広げたという区域はないと聞いてますので、そうすると福島県の市町村というのはかなり昔からある、まあ、行政区画だという前提に立つと、これがコミュニティ の単位になっているのではないかと考えると、まあ、市町村単位、まあ、行政区画の方がいろんな面でそれを単位にする方が、まあ、統計や支払い事務いろんな面で、まあ、簡便であるということを考えると、市町村単位で言うのではないかと思います。この点に関して他のご質問はいかがですか。ああ、お伝えどうぞ。私も賛成で、基本的に市町村単位ということでいいんじゃないかと思ってますけれども、先ほどの事務局からのご説明にもあったように、これは測り方とか測る場所、まあ、測る場所はいいんですけど、測り方とかによってとか、測る時間とかによって、かなりばらつきがあるようですので、あまり小さい単位にするわけには残念ながらいかないのかなというふうに思っておりまして、基本的に市町村単位だと思っています。でまあ、さらにその福島県内の行政区域というのも、まあ、それなりの重みを持つのかなというふうに個人的には思っていますが、基本的には市町村単位でいいんじゃないかというのが私の意見です。福島は平成大合併でどうだったかという、私はむしろ逆の印象を持っているんですけれども、ただ、まあ、市町村できちんと区別するというのはですね、これはやはり、まあ、行政上のシーンですので、やはり距離でスパッとやるよりかはですね、やはりご、まあ、ある種納得が得られるような区域となるというふうに思っています。まあ、そういう意味で前から申し上げましたように、まあ、市町村でやるというのが合理的かなという点では異論はございません。私もぜひそういうふうにしていただきたいと思います。特定避難勧奨地点で個別にやったことによって、その地域のコミュニティが完全におかしくなっているんですね、隣近くで。ですから、やっぱり古い市町村においては、やはりそのコミュニティを、こういうことで、お金のことで壊すことはぜひ避けていただきたいと思いますので、ぜひ歩いて、そこは割り切りでやっていただければと思います。まあ、大体、私も行政区域で単位で考えるということでいいと思うんですが、まあ、市町村ということでよろしいと思うんですけども、ただ若干こう、なんていうんですか、汚染の方向っていうのは、距離といってもこう、北西の方向に触れてるっていう感じがしますよね、だから、そのことも考えた上で、行政区域を単位として考えるということかなというふうに思います。うん、で確かに中でその行政区域の中でばらつきあると思うんですけども、やっぱりコミュニティとしてある程度その同一に扱っていくっていうことは最終的にやっぱり紛争解決のコストがかからないということに結果的にはなるんじゃないかなというふうに思いますので、うん、まあ、大体皆様その行政区域ということで、まあ、市町村レベルというか、はい、単位ということですか。でその上で大体皆さんそういうご意見だったように思いますけれども、その上でじゃあどこら辺まで入ってくるのかというのが次は厄介な問題だと思いますけれども、何かご感想、まあ、これはもうちょっといろいろ細かく見た上で合理的な範囲を区切った方がいいので、まずですが、まあ、感想程度も結構ですけれども、まあ、先ほど要素材が払える、はい、というのがね、ございましたけども。はい、はい、どうぞ。直接のあれじゃないですか、ちょっと質問みたいなものなんですが、例えば避難区域からですね、要素材のところを見ますと、猪苗代とか郡山とか、たくさん避難区域の人が避難してるんですね。でその避難、政府指示で避難された方については、
もう補償の基準を、一応賠償の基準をこちら指針で示しているんですが、今回のやつはそういえばどういうふうに考えたらいいのかっていうのはちょっとよくわからなくなっちゃったんですね。要するに重なったりするとどうなのかということですか。はい、おそらくですね、私ももうちょっと考えた方がいいと思って、あまりよく考えておりませんけれども、避難指示で避難された方については、中間指針に基づく賠償がなされ、でそれをその、今回の自主的な、あるいは残られた方の賠償が、少なくとも金額的に超えることはないので、そういう意味では、一応そこでは調整が取れるんだと思いますけれども、ただ賠償する理由っていうのが少し違うと、自主的避難されている方がさ、自主的なのかな、滞在者の方、ちょっとそこら辺は調整を考えなくちゃいけないので、矛盾がないように図るということが必要だろうというふうに思っております。はい、どうぞ、お質問。2ページのその3の、3の丸1っていうのが、今、田中委員が指摘された点だと思いますけれども、これをだからどうするかっていうことだと思いまして、今、座長がおっしゃったこととの関係で、私の整理だけ申し上げますと、避難指示区域から避難した人が、先ほどの議論の中でもその滞在者のようなことになった場合に、どうするかっていう問題でして、でそこの新たな不安に関してどう扱うかっていう問題ではないかと思っています。加算されることがあるってことなのかな。そういうことですかね。人によって意見が違うし、そこはちょっと人によって意見が変わってくるかもしれません、はい。これもちょっときちんと整理した上で、おかしなことにならないように調整したいというふうに思います。他にいかがでしょうか。属性につきましては、先ほどある程度はご議論いただいたと思いますけれども、あと意外とやっぱり大きい、包括的な賠償だということになるとあまり大きくないのかもしれませんけれども、どんな損害項目を賠償の対象にするのかというのも、それなりに難しい問題だと思いますが、それから大塚委員は、割合的な賠償はどうかということを言っておられますけれども、その割合というのは、何を基準にして、満額というのは何を基準にして、何に対する割合ということ、満額は結局、警戒区域から出て行かれた方とかについては満額ということになると思いますので。この辺がだから4の4のところで政府指示による避難者の場合と同じかどうかとか、4の3で政府指示による避難者との関係はどうかというところとちょっと関係すると思いますが、ただ割合といっても何十パーセントかけるとかっていう話には実際にはできないと思いますので、そこは包括慰謝料を考えていくときにどういう項目を挙げるかっていう形で実は処理する扱わせていただくということになるんじゃないかと思います。この点はいかがでしょうか。ある程度なんか考え方が見えてきたような気もするけど、まだ皆さんそれぞれちょっと違った考え方をお持ちでもあると思いますので、もし、その違いが重要であるということで、ご発言される必要があるということであればお願いしたいと思います。ただ相変わらず大きな問題で、
これは他の委員のご意見も伺わないといけないと思いますけれども、まあ、先ほどから第1期と第2期を分けるか分けないかということとも関連してきますが、少なくとも第1期の頃中心となる、まあ、田中委員のお言葉を使えば、まあ、サイトの不安定から来る不安という問題と、それから、それ以外の不安、まあ、低放射線量に対する、まあ、不安という言葉をあえて使わせていただきますと、そういうものを中心とした不安、でそういうふうにこうやっぱだんだん移ってくるところがあって、でその後者について今のような理由で、まあ、低放射線量に対する不安というものを重要な要素としつつ、まあ、賠償を認めるというようなスキームでいいのかどうかというあたりですね、はっきり言いますと。でそこについて、まあ、あるいはまだ田中委員、私を違うお考えを持つか、あるいは具体的な線量を示すのでなければ、ある程度考えられるということなのか、もし、大変難しい質問なんですが、少なくとも仮にそういう低線量に対する不安というものについて、精神的慰謝料みたいな、正しい言い方がよく分かりませんけど、そういうことで払うにしても、支払いするにしても、そこに線量の基準とかを設けては、いただきたくないということがまず一つありますね。それから当然、その低線量の不安というのはもうずっと続くんですね、これからも。だからそこをどこにその周期というか、どこに区切りをつけるかというのが一つ、そういう場合難しい問題が出てきますので、そういうことを含めて、まあ、法的にどういう慰謝の仕方があるのか、ちょっとよくわからないんで、はい、高橋さん、まあ、行政法的に言いますと、やっぱり政府の指示というのは強制的なもので、ある意味ではそれに伴うですね、被害というのはもうこれ客観的に合理的で範囲内だというふうに、まあ、定型的に認めざるを得ないと思うんですが、やはり自主的な避難の場合については、やはり自主的に判断されたことのご姿勢の中でどの程度の関連性があるのかどうかということを見なければいけないので、やはりおのずとやっぱり範囲は違うのではないかなというふうにまあ思っています。でただその場合でもやっぱり1期と2期をですね、全く同じようには取り扱えないのではないかなというふうに思ってまして、まあ、少なくともまあ2期については、少なくとも私は前から申し上げていますが、まあ子どもさんとか妊婦を持っていらっしゃる世帯について基準に考えるべきでありますし、まあ、その際にはやはりある種生活の不便についてもですね、まあどの程度範囲を見るべきかというのは、まあいろんな考え方あると思いますが、範囲が狭いのでそこはある程度広く合理的に見るという考え方もあると思いますし、まあ、その辺はちょっといろいろと議論していただければと思います。高橋さんからご指摘ありましたように、まあ、第2期について、かつその低線量に対する不安という要素を考慮して賠償するとしても、その対象者の属性をどう考えるかという問題があるというご指摘ですね。で、子ども、妊婦を中心に考えるべきではないだろうかというご意見だったと思います。この点についても、もし他の委員のご意見があれば、お使い。これは私さっき申し上げたことと同じで、高橋さんと同じ意見なんですけど、子ども妊婦さんでいいと思うんですけども、それで払う額はただの第2期の自主的避難者の場合は出て行かれるまではその被爆の不安なんですけど、ちょっとさっきから言ってることで申し訳ないんですが、同じことで行った後はむしろ生活費の増加とか、また新しいところで その、あるいは生活の基盤が失われたことによるその精神的損害ということになりますので、ちょっと種類が違うとも言える精神的損害とか生活費の増加が問題になるんじゃないかと思いますので、ちょっとそれは論理的な話なんですけど、その辺がちょっと私の意見とはちょっと違うところがあったのかもしれません。大塚委員の場合に
まあ、先ほど避難される方の対象としては、まあ、子ども、妊婦、それから子どもの場合には特に、誰か付き添いが当然必要であろうから、まあ、合理的な内内における、まあ、保護者と、ということですけれども、残る人々に対する賠償の方についての人の属性についてはいかがお考えですか。残る人も実際に問題になっているのはやっぱりお子さんと妊婦さんのようですので、基本的にはそこを中心に考えさせていただければいいんじゃないかなというふうに思っています。他の委員もしこの人の属性について何かご意見があれば。細かいことだけども避難される方は保護者が入るけども残る人は保護者が入らない。ちょっとそれはなかなか家族離れ離れというわけにいかないものですから、ちょっとそういう若干の違いを出ざるを得ないのかなというふうに個人的に思っています。はい、あと、まあ、どうも皆さんは、まあ、皆さん全員が忘れされたわけではありませんけど、賠償のその細かい項目を、積算していく方式よりは、まあ、包括的な賠償の方が適当なんではないかというご意見だったように思います。ただ、まあ、どういう要素を考慮するかというのはまず別な問題で、例えば、まあ、今のところ前回自主避難をされた方も、まあ、もちろん精神的な不安のほかに、まあ、生活費等の増加というのがやっぱり切実な問題だったというふうにおっしゃっていたと思いますが、営業的な損害ですかね、これは、まあ、どの程度、まあ、包括的に考えるのであれば個別には検討しないことになると思いますけど、要素的に考えた方がいいのかどうかというあたり、もし感触がございましたらお聞かせていただければと思いますが。ご意見ありますか。なかなか難しいと思うんですけども、そこは包括的車両ということで、まあ、くるんで検討してしまうことに残念ながらなるのかなというふうにちょっと思っています。先ほどちょっと割合的と申し上げたところは実はその辺が多少関係してくるかもしれないなと思いますけども、うん、はい、ただ避難費用はちょっと私は別に払うべきだと思っているので、そこは結構な額になるんじゃないかと思ってますし、そこはむしろ一括金として払った方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、賠償の方式などもちょっともしご意見があればどうぞ。高橋おっしゃるように先生ですが、ただ支援を書くときには合理的であれば別途その立証していただければ払えるんだということははっきり書いておいていただければありがたいなというふうに思います。今一括金の形での賠償ということをちょっと大塚委員が言われましたけども、これは期間といいますか周期の問題、野村委員もそうですけどね、ちょっと違った意味でかもしれませんけど、周期の問題などが難しいという話をされたと思います。田中にもおっしゃったと思いますが、一体いつぐらいまで の状況を考えて、まあ、仮にこの自主的な内地滞在者に対する賠償というのを考えるのか、まあ、今までの中間指針の方式と同じようにやっていくと、毎月いくらという形で、それが一定期間続くという賠償ももちろんあり得るんですけども、まあ、仮に例えば3月、来年の3月ぐらい、工程表をちょっとやめないと、いつの時期がいいかちょっと分かりませんけども、例えば来年の3月ぐらいまでを、まあ、区切りにして、そこまでの賠償っていうのを当面考えると。で、まあ、女性の話も前回は出てた、あるいは前々回ですか、議論になりましたが、まあ、この間というのはその3月までの間に、まあ、女性などが進み、あと状況が変わることもありうるので、まあ、その時にまた再度、まあ、考えると。そういう考え方もあり得るかもしれません。これ周期っていうんですかね、期間、どのぐらいの期間をどう考えたいかって問題があると思います。どうですかね。先ほど来ご議論があるように、線量だけで決めるというわけじゃなくて、いろんな要素を考慮して決める必要が
あると思いますので、ここはまあ9月末というのと来年3月末というのと両方書いてありますが、とにかくどこかまでは少なくとも認めるというような形で、その後どうするかはちょっとまた事後検討するということにならざるを得ないのではないかと思っています。はい、まあ、なかなかこの、賠償の仕組みをどうするかということは先ほど最初に申し上げたように難しくて、こうどうしてもやっぱり試行錯誤しながら、まあ、検討していかなきゃいけない様子が多いように思います。で、まあ、今日だかなりのご議論をいただきまして、で、まあ、あまり細かいところをさらに詰めても意味がないような気がしますので、まあ、大きな枠がこれで作れるようだったら少し作ってみまして、で、まあ、次回さらにその枠には本当に中間指針との関係などでも適切かどうかということもご検証いただき、さらにまあ細かい賠償額などについても少し、ご議論の材料になるようなものをご提示し、でそういう議論を進めるというようなことでいかがでしょうか。それではいろんなご議論いただきましたけれども、この実質避難、それから滞在される方の、賠償の考え方については、とりあえずここで、議論を終えたいと思います。それでは、今日はですね、これがメインのテーマでしたので、他に事務局から追加がなければ、このぐらいにしたいと思います。よろしいですか。それでは、本日の議事はこれで終了したいと思います。で、先ほど申し上げましたように、次回は本日の議論を踏まえまして、自主的に犯行滞在者についての賠償の、まあ、考え方をお示しし、で、まあ、可能であれば次回決定したいというふうに思います。どうも今日はありがとうございました。本当によろしくお願いいたします。閉会いたします。一言だけ、はい、今日はまあ一定の方向性を出したいということで議論の方向におっしゃっていましたけど、はい、今日の、まあ、議論を振り返って、はい、そういうことについてどういうふうに考えますか。はい、今日私の環境では、まあ、第1期第2期っていうのを分けつけるっていう案を、まあ、ちょっと見直しをして、で、はい、賠償についてはできるだけ検討的に考えています。で、自主的に避難をされた方と、それから避難をされなかった方についても、やっぱその、まあ、避難の原因もあるいは残っている方の不安の原因もある意味で共通の構造があるので、賠償についてはあまり時間を設けないで処理していこうとか、そういうところまで大体了解ができたのではないかと思います。あと、まあ細かい問題いくつかもあるんですけども、背中の面を整理して使えばなんとかまとまるんではないかというふうに私は感想になりました。時期としてはいつぐらいを期待していらっしゃいますか。できれば、まあ、11月の初めですから今月の終わりぐらいまでに持って帰ってくるかと思います。地域によって差を設けないという。そうですね、地域もおそらく同じようなこの地域ではということになると思いますね。なかなか今日の皆さんあまり地域では差を設けるべきじゃないというニュアンスがあったような気がしますね。地域もその時期もいわゆる第1期第2期、そこはその時期、第1期と第2期やっぱり少し構造といいますかね、この不安の原因がやっぱり少し違うので、その点はまだちょっと残ってくださ残ってると思いますけれども、まあ、あまり第1期と第2期でもって大きな負担にならない基本的な構造はどちらも不安を原因として、いうところは同じだと思いますので、まあ、あんまり大きな差を持てないというような感じがないかな。その高線量地点とかその地域とかで線量も一つの目安にはなるわけですか、はい、地域の指定として、まあ、やっぱりそれは一つの要素にやっぱりなるんだと思いますね。私は指定の中にその数字が書き込まれるみたいなこともない、はい、それはやはりだからそれに対しては考えるご意見が強いと思いますので、まあ私は反対根拠があるかどうかあるいはわからないので数字が書かれるということはないのじゃないかと思います。ご
交番にはならんのかな。